よっしゃ、もう一個ね。もう一個いきまーす。これかな。大バタチ。大バタチってやつ。なかなかこれが難しそうなんだよね、大バタチ。じゃあ行きましょう。時継ぐ。連れてってないホームが、いつだったかな。これで行こう。うん、結構遠距離。じゃない？そうでもないか。そうでもないな。そうでもなかったわ。大バタチか。一回戦ってなんか結構でかくて、うわ、こいつかっこええわーってなったような覚えがないような。うん、あるようなないような。やけど、じゃあ、行きますか。いきなり鬼の手でこいつってね、うん。こうやって近づけるのは、移動手段が、走りぐらいしかないから、痛い。から、楽は楽よな。ちょっと気力ゲージ使うけど。はいよーん。押し置きしましょう。はい。これいけるかな。よいしょ。OK。弱、まあ、気力ゲージ大事やからね。スタミナちょっと回復。俺も気力ゲージって言ってるのにスタミナって言うからね。なんか矛盾しますね。いろいろ。わあ、なかなかゲージたまんねえ。いってえ。うえい、ナイス、こかし。じゃあ俺これいくかな。連続攻撃からの連続攻撃ね。これで地味に溜めていこうかな。これ一番結構ダメージあるような気がする。戦でもないね。はい。あ、これもしかして四角攻撃だけでいけるんかな。あ、違うわ。四角三角じゃないとダメや。じゃあ四角×じゃないとダメや、ね、やっぱり。お、これもうちょい溜まんじゃね。あ、溜まった。あ、もうそこで移行できるんや。あー、なるほどね。そういうことか。はい、わかりました。よいしょ。これにつなげてからの三角攻撃ね。で、これやった後の丸、長押し。丸長押しで決め切ると。あー、いいですね。いい流れですね。で、気力がなくなったんで、俺が使いますと。じゃ、使おう。これ、何の効果があるかわかりません。R2 だな。鬼の手の、なんか、鬼の手の御霊の能力。はい。意味あるかな。意味あるかは分かりません。で、これしっかり縦使うのが、このモードの、一番の肝かな。縦使えるとこはしっかり縦使うと。なんか破壊したよいしょ。うん。で、ゲージ溜まるまではしっかりやっていくと。打ちかますねえよ。お、これ溜まったんか。溜まったんやったらちょっと尻尾に打ちせえな。尻尾か頭どっちか。足やったらサブ。武器ゲージ溜まってるからな。これを一生懸命。お、これで一気に近づけるか。こけたところをやりたいな。誰か壊してくんね。いや、できる。やっほいー。オッケー。尻尾狙い。尻尾をしっかり破壊できましたわ。なかなか扱いがうまくなってるんだろうが。まあ、なってると信じてやるしかないんだけど。もうちょいいけるな。よし、オッケー。じゃ、近づきますか。はい。後ろ足とかまだやな。全然足がまだやな。お、もうちょっとでゲージ溜まるやん。溜まるやん。じゃあもうこれで攻めよう。ちょっと待って、危ない。これ危ないような気がする。あぶねえ。あー、危ない。ちょっとこれ遠すぎ？もしかして。あー、やっぱさすがに限度あるか。限度があるので、この辺から。うん。お、溜まった。オッケー、頭高い。いいよ。いいですよ。お、足破壊ね。同じところ破壊しても意味ないね。はい。よいしょ。うん。打ち上げちゃって。さあ、溜めます。いけます。当てます。ズドッと。OK。じゃあ、鬼払いですね。あれ鬼払い、あと。おいね。全部ぶっ壊しちまったぜ。あれこれあ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 れ鬼払いはどこですかどうですかあ、もういいでも、出てるな。遠くから見、あー、なるほどね。うん、玉はみか。玉はみの状態やから、うん、戻ったんやな。よっしゃー。破壊だぜ。あ、尻尾に使えてた。忘れるなー。うん、共闘ゲージやったらな。共闘ゲージ溜まったことで、鬼の手の完全破壊が、可能なんやが、忘れるよね。うん。ちょっと遠くね。遠くないですか。うわ、痛い。ええー、何ちゅう攻撃ですかね。
お、止まった。お、破壊してん。ナイス。ナイス破壊。あれ、どこ行った？ああ、ここか。俺も鬼バレ参加するよ、もちろん。副将軍ラリー。何の真似。おすぐこかすな。やっぱ4人強いな。まあ、いずれこれを、まあ、1人ないし、もう1人ぐらい釣れたぐらいでやろうかなとは思ってるけど、なかなか難しそうやな。ただし防具はちょっとしっかり、あ、まあ段階踏もうか、段階をね、うん、防具しっかりバージョンと防具なしバージョン、防具なしバージョンって言ったらおかしいけど、防具装備初期バージョンって言った方がいいかな、とこまでやろうかな。まあ、ほら楽しそうやん。やっぱりチャレンジってやっぱ男のロマンでしょ。え、ロマンなのかな。わかんねえけど、よっしゃ、じゃあどんどん行きましょう。ターネテク、よっしゃ、5分20秒、まだまだいけるな。初期武器チャレンジ結構いけるもんやな。もうちょっとなんか苦戦するかなと思っとったけど、そうでもないか。あ、見た見た、かっこいいかっこいい、はい、かっこいいかっこいい。はい、というわけで、とりあえず今現状出てるやつ全部クリアしたんで終わりかな。うん、終わりでございますねと。何時に、そしたらまた次回任務が発行されたらお会いしましょう。お疲れ様でした。はい、どうもどうも、今日も今日とて初期武器チャレンジといきましょう。パート、まあ、前回から入ってるか。一応パート3の続きかな今ね。和田摘みグフィンじゃなくて、前回ダイバーターチームまでで借りました。次これだな、天摘みつつか、通称は天妻が土、行きましょう。うん、こいつはそんなに強くなかった覚えはあるからや。こんな勝ち人メンバーで行きましょうか。ちゃんと見せときましょうか。初期装備、初期武器で来ております。剣盾剣。剣盾剣、はい。こ、光、じゃあ光束ね式神ね、うん、多分そんな感じの名前やと思う。だから鬼に珍しく姿が男じゃないっていう、男っぽい姿じゃない、鬼でございますな。うん、まあ大丈夫でしょう。これこいつは大丈夫でしょうって思ってるのさ。うん、確か前回っていうか、うん、生配信でこいつと戦った時は勝てたんだから。その時の強さとこの任務で出てくる強さが変わるかどうかや。変わらなかったらあんまりやる必要ねえ。うん、やまり、うん、あんまりやる必要ねえ、うん、って言いたくないけど、その可能性あるから。いやー、ピヨっちゃったね。うん、まあ気にしない。さあ、イダテン行きましょう。ナイスナイスナイスだ。まあ、これもやっちゃいましょうかね。すごいね、ボッコボコだね。ほら、これを俗に言うボッコボコっていうやつ。なんか無知が結構強いらしいからな、ちょっとどっかで使ってみたい感はあるが、まあ、使うかな。使うのかな。はいはいよ、どんどん貯めていきましょうね。いって踏まれただけでこれ傷するからマジ勘弁してほしいんやけど。サンキュシュ。サンキュシュ。なんかサンクスとダンケシェンみたいな混ざったよな、サンキュシュンって。な、え、そういうこともたまにあるよ。なんて今ねじ伏せろって。ああ、分かったよ、俺がお前をねじ伏せてやるよってね。全然何まとってますね。はい、カウンターが入れるらしい、カウンターが入れれるらしいんだけど、どういうか、あ、まあ相手の攻撃に合わせてっていうのは分かるけど、よっ、うっせみ、うっせみって何やったっけ、うっせみ、うっせみ、うっせせみ、まあセミはうるさいけどね、この季節セミはすこぶるうるさいから、これはもう嫌、うん、だよ。危ない、さ、行くしかないでしょう、これは。あ、
俺の邪魔をして、ありがとう。カムラかな、カムラじゃないわ。マーカクやったかな。名前が曖昧、名前がまだ曖昧なの。いや、どっか行くなってよ、お前、どっか行きなよ。はい、すいません、怒られた。攻撃に集中しろって怒られちゃったよ。まあ、俺はそれ、その程度の、おなごだったってことだな。ちょっと回復しとこうかな。生きてこそ、はっはっは。え？ちょっと今場違いやったかな。生きてこそ。じゃないっす。じゃあ俺が速攻で鬼払いをしに行こうじゃないか。自然治癒とかあるんや。状態じゃない。多分瀕死に入ったら自然治癒でオート回復みたいな、そんな感じかな。難しそう。よっしゃー、行きましょう。さあ、ここは形態変化で攻撃ゼメゼメでいきましょうか。攻撃ゼメゼメで、ね、全然当たって、当たってるわ。当たってるからいいや。愚かなる者たちよ、私にひれ伏しなさい。あ、当たるかな。当たった、よかった、よかったって。あうーん。あうーん。ひでえよ今のは。なんかちょっとした局所に当たるって、あれなくなったやんけ。もしかして携帯が変わるやつかな。変わっちゃったやつだね。ま、止まったやつだよね。これはまとめて鬼払いだな。これ共闘ゲージ溜まっていっているよな、確か。鬼払いするとこうやって共闘ゲージ溜めるのがいいかもな。さ、ホモラも来たけど、うわ、ナイスだ。もうどんどん破壊していくやん。俺鬼払いしかしませんけど、鬼払いしかしてませんけど、見る、羽をもぎ取る。はい、 OK でーす。叩き潰します。いいね、いい感じだ。刀とかも強いからな、一撃にかける思いが強いから全然ありよ。このパーティーやるぞ。なかなかや、うわー、終われ、終わらない、終わりなさい。やげい、輸送不能から危険になりました。安全度なんかあるんや。あ、そんなんがある。知らんかったよ。まあ、輸送不能から危険になった ところで、まあ、危険なのは変わらんからね。じゃあ帰りましょう。これで第3章入ったんだよな。第3章の任務に入ってますね。じゃあ次。マカミやったかな。これが、グヒンやから、マカミだね。これで合っとるね。行きましょうや。どん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 行きましょうや。と、スイッツ。グベン、ベニツキ。まだコウズキって言ってやるな、俺。見たまちょっと、見とっていいよ、俺。気力回復速度、移動速度と気力回復速度、あらゆる攻撃を一度だけ無効化、指定時間、攻撃速度が上昇、気力減少量が減少か。結構強いな。なんか結構攻撃とかな、見た目装備してるようやね、俺は。戦おう。さて、いきます。救っちゃいましょう。でもこいつ、ちょっと強かったんだよな。前までの装備やったら一撃で持って帰れるぐらいの強さをしてたから、よっ、これで気力回復速度と移動速度が上がってるんやったっけ。この移動速度が、うわ、速いな、やっぱり速いわ。怖いっすね、ちょっと離れようか。ちょっとビビりながら戦ってますね今はね。よし、行きましょう。これなんか、やう、なんか、敵が赤く光ったら、鬼の手で、こう、ダウンを取れるっていうのを昨日知ったような気がする。大丈夫かな、これ。やっぱそうなるよね。よっ！あ、やっぱり、うん。今の状態やな。今の状態の時だと、ダウンを取れるはずが、今ダウン取れてないよね、今。なんだよ、今、嘘つくかよ。わお。わおわおわお。そう、あれもなかなか強いんやけどな。敵が回り始めるとちょっと大変なんだよね。よいしょ。これ使うか。丸ボタン。攻撃速度上昇。
が入ってるから結構早いはずやね。あ、でも確かに早いような気がする。あ、でもこれいいかも。いいね、いいね。相性よくね。会いたい。会いたい。会いたいよ。よし。よし、君に会いたい。痛い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 。いろいろダメな気がする。うん、頭破壊エフェクトが入ってるから。うん、まあ、あんまり、前に出ると危ないかな。あーれーまあ、どっか行っちゃうよね。どっか行っちゃうよね。おお、それはまずいんじゃねーの。ちょっと逃げよう。これは逃げた。おいーゲットーしゃーあんな感じだな。あ、一応これダウン取れてるんだよ。あんまり興味なさそう。これも使っとこうかな。よし、うん、さあこれで攻め攻めでいきましょう。まあいろいろダウンも取ってくれるやろうから攻め攻めでいけるような気がする。ふうふうふう。危ないかな。突撃してきそうな予感。速度も上昇。速度上げたとあんなことしてくるやろこいつは。お前マジふざけやな。はあ、ふざけーってやつね。うん、なんか今自然治癒が発動してるけど何やろこれ。発動はしてないんか。一体発動はしてないが、なんか減ってる。減ってるのは減ってるな。うん、さパパッと攻撃ゲージ。何これ。ん、何ネバつく泥なんかあった。わお、危なかった今。はい、よし、まあ止めるのは余裕だな。なんか一発目の攻撃はやっぱり避けなかったな、あれ。赤く光ってたのは。はい、よいしょい、よいしょい。危ないっすね。はい、さあこれで携帯変化。ああ、終わった。こいつはやっぱり体力低いな。余裕っすわ。ちょっとダメージ受けたけど余裕っすわ。あはははってね。じゃあ帰りまーす。